お昼もね、定食もあるんですよ。結構ピリ辛な感じで。うわ、今日めっちゃ腹減ってたんですよ。ご飯食べてない？昼ちょっと食べてなかった。何食べたかな、昼。食べてないかもしれないです。お酒をね。ああ、すごいですね。めちゃめちゃいいですね。美味しいですか。うん、すごい。すごい。いただきます。すぐだ。すぐだ。いただきます。はい。熱い。意味わかんない。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごい。食べやすいエビチャーハンいきますね。おいしい、めっちゃおいしいです。エビチャーハン、高菜チャーハン、高菜チャーハンいきます。食べた食べた。どうぞ。美味しかったです。なんか大円、大円、大円がですね。大円が、大連庫ね。大連庫ですね。はい、チャイニーズレストラン。美味しかったです。なんか本当ね、本格的な中華を食べれて良かったですけど、めちゃめちゃ。エビも食べれたね。エビ食べましたね。それぐらいやっぱ美味しかった。美味しかった。美味しかった。ね、またいい、まあ、ランチも結構そうですね、本当1000円でもすっごい量食えたんで、うん、またあれですね、うん、で学生とかもね、もう本当に意外とそっちの方に目がいっちゃったりよ横にちょっとね、すごい美人なサークルをバッとおったんで、ちょっと食べながらこうやって、ね、チャイナドレス着た、ね、ね、お姉さんもいて、可愛いお姉さんもおったんで、ね、ぜひぜひ、はい、ありがとう、また、はい、はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。